暑いよね。空も青くて綺麗だし、ラッコは可愛いし、花山もう一段上行きます。新年明けましておめでとうございます。花山みずきです。今年も皆さん一年よろしくお願いします。ということで新年一発目、まずはここ埼玉県草加市にやってきました。草加といえばここしかないですね。草加健康センターにやってきました。実は2023年の一発目も私厚木健康センターに行ってまして、1年の経緯はラッコにありということで、1年一発目行きましょう。新年一発目サウナしましょう。着きました。こちらです、入り口ね。あそこにもラッコがいて、あっちにもラッコがいて、それじゃあ行ってきます。今回は特別に男湯の方に水着で入らせていただきます。草加の男性の方は本当にどんな感じなのか、入ったことないから、まあどこも入ったことないですけど緊張。充実度広。これあれか、下から見えるあの看板。こんな近いんだ、でかすごー。外気浴エリア充実してますね。ここで整いましょう。こっちが、ここがサウナで、かなり高温なんですよね。一発目バシッと決めたいと思います。そして水風呂と露天風呂があります。行きます。もうやっぱあ、やっぱやばい、入ります。爪のお風呂最高。冬の冷えた体に漢方の薬湯が相当しみる気がします。冬の方が入りたくなる薬草湯。やっぱ見てください、この色、すごい濃度が濃い感じがしますね。ここにあるのがすごくないですか。これ詰まってますね、パンパンで。なんか前回来た時よりも薬草湯でひりついてないということは、ちょっと体の状態がいいのかな。今は草加に来たら必ず赤すりするんですよね。私本当に体ツルツルになるんで、サウナ赤すりで肌トゥルトゥルになって帰れますから、草加は最高。
んですよ。絶対これ聞かれるよなと思って。ここなんて読むんだろう。麦飯？もう覚えてないです。覚えるわけないじゃないですか、花山の頭が。もう絶対1年前と同じこと言います。麦飯し。おぉ、シャワーが流れてる。汚れとかも落としてくれてるんですかね、ここにね、自動的に。ありがとうございます。ラスト入らせていただきます。よし、おうわ、広い。40〜50人を入れるかなと思います。想像の場合、あ、いや、これ思い出しました。歩いているだけで暑い。うわ、薬草のヒリヒリが来ていますもん。あ、暑い。久しぶりのこの感じ思い出しました。だってもう100度以上ありますよね、多分ここね。108度ですって。暑い。草加の108度なんか私が知ってる108度でもない気がするぐらい暑いです。もうこの一番上着る人すごいな。すっごい広いんですけど、あの座面が奥行きもあって広いから、どの面でもあぐらかけるし、どんな体勢でも入れるのも嬉しいですね。キュッ。ではちょっとそんな人を見ていきますか。うん、立つのも暑いんだよ。お、やっぱこっちはサウナストーンだ。サウナストーンを綺麗なんで、熱々になってる。これだけでも十分熱いんだけど、あっちに遠赤外線かな、ラズルでしょ、そりゃ熱いよね。もうサウナストーンと遠赤外線ストーブの熱さをダブルで感じられるから、だからか同じ100度でも他のサウナ施設と違く感じるの。やっぱ100度とかもっと高温のサウナはヒリヒリして痛くなってくるじゃないですか。なんか草加はその絶妙なラインをついてきて、高温で熱々なんですけど入りたくなっちゃうんですよね。恐ろしいサウナです。恐ろしい。寒いからなかなか水風呂が長く入れなかったりするじゃないですか、外気浴も寒いから。でもやっぱ温度高温ですから、水風呂をやっぱ欲しますね、体が。しかもここの水風呂バイブラですよ。気持ちいいです。意外と温度が 15.4 度です。水風呂にも12分計ついてる。結構珍しいですね。ここにまで12分計つけるところがさすがですね。気持ちいいな。吹き抜けで青空が見えて気持ちいいです。甘みやばくないですか。
でも新年一発目って感じします。年の初めにガツンと熱いサウナに入って気を引き締める。こんなに外気浴スペースも広くて、ね、いいですね。開放的で空も青くて綺麗だし、ラッコは可愛いし、私とラッコと青い空。あんなに暑かったのにもうちょっと入りたくなってるのも恐ろしいですもん。やっぱ恐ろしいんですってここのサウナ、怖いよ。I can't stand up tall. I can't stand up tall. 新年2セット目いきます。はい、もう2段目ゲットだぜ。1セット目で体が慣れていくんですかね。2セット目で2段目いって、徐々に徐々に上がっていく感じなんですかね。みんな今年もいっぱいサウナ行きたいな。初の海外サウナも攻めてみたいですね。今年は挑戦したいです。フィンランドとか行ったりしたいですね。意外と北海道のサウナとか、北海道出身だから帰省はするんですけど、新しくできてるいろんなサウナに本当に遠いから行けてないので、北海道のそう大きい大自然サウナとかもたくさん行きたいなって思ったりはしてます。今年もサウナいっぱい入って汗かいて美味しいものを食べる。今年1年レベルを上げるためにも花山もう一段上行きます。行かせてください。一段上がると、あの全ての暑さがダイレクトに来てるという感じがします。全方位からの暑さを真正面から受けているっていう感じですね。2024年も頑張れそうです。熱くいきましょうみんな。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。さよなら。整え佐久間くん。サウナをこよなく愛するのんびり屋のクマ佐久間くん。砂丘という星でちょっと個性的な家族と一緒に住んでいる。一家に訪れる大抵の難しいことはいつもサウナが解決してくれるのだ。 YouTube の&サウナチャンネルにて配信中、見てね。